こんにちは。町長の山名総吾でとノみね高原のすすきが夕日に照らされて黄金色に輝き秋の深まりを感じる今日この頃ですが皆様にはいかがお過ごしでしょうか政府は新型コロナウイルス感染症に対する対策において10月11日から 入国者総数の上限を撤廃するなど、外国人の受け入れを本格化させています。今後、全国旅行支援やインバウンド需要などが見込まれることからも、多くの人が訪れる町、上川町に磨きをかけてまいります。また、現在、オミクロン株対応のワクチン接種を進めています。皆様には、 基本的な感染対策とワクチン接種について改めてご協力をお願いいたします。さて、10月2日には3年ぶり第3回上川ヒルクライムが開催されました。全長17.3キロメートル、標高差773メートルの激坂コースに全国各地から総勢329人が挑戦されました。 優勝タイムは38分45秒と峰山寺をさっそうと駆け上がる姿そしてチェーンとギアが噛み合う音は圧巻でしたまた元 J1 プレーヤーで現在 KISSFM 神戸でラジオパーソナリティを中心に活躍されています近藤学人さんにもラジオの取材がご縁で参加いただきました いろんな人、いろんな企業とタイアップしながら今後とも多くのサイクリストの方が集う大会そしてサイクリストが集う街として盛り上げていきたいと思います10日には厚生労働省主催通いの場全国フェスティバルが東京で開催され近畿地区優勝の杉区ふれあいサロンの投稿ビデオが ご当地体操地域の魅力発信動画コンテスト部門で優秀作品として表彰されました19日には表敬訪問を受けましたその場において皆さんと動画の視聴を行いましたが杉の英徳音頭を中心に杉区での通いの場について撮影・編集された内容は参加されています皆様の生き生きとした笑顔が入賞に 結びついたものと感じましたえ今後このような地域活動に対して行政としてさらに応援してまいります14日には斉藤兵庫県知事が上川町を訪問されましたとの高原コオロギ養殖バグモや寺前ラクザ町の明かりを小寺議長や上野県議とともに案内し 上川町のの魅力を十分に伝ええることとができたものと考えています。殿峰高原では所定の時間を大幅に超えてすすきの様子をバグモのコオロギ養殖には SDGs の取り組みの可能性などの話で大いに盛り上がりました兵庫県で一番人口の少ない上川町ですが上川町の魅力と元気な姿を 多くの皆様に見ていただき、発信していただくことが、上川町との関係人口の入り口につながっていくものと考えています。24日には、兵庫県議会政府区議長に、31日には斉藤兵庫県知事に、兵庫県町村会として要望を行ってきました。県全体としての要望会ではありますが、 上川町からは JR 万丹線の利活用や県道整備などを重点的に要望も行っています。兵庫県とともに知恵を出しながら改善に向けて取り組んでまいります。最近、新聞やテレビで上川町を取り上げていただく機会が増えてきています。11月に入りますと、ふるさと文化祭芸能発表会、上川商工祭、 名めぐりゆずマラニックなどようやく街を知る街を知っていただく各種イベントの復活です皆様にはイベント等にも参加していただき上川町の魅力を感じていただくとともに私も一緒に参加することで情報発信に努めてまいります結びになりますが9日から15日にかけて お出かけはマスク閉じまり火の用心の防災標語の下、周期全国火災予防運動が実施されます。空気が乾燥し火災が発生しやすい時期を迎えています。13日には上川町消防団による防火パレードや消火器等の点検活動も行うなど、火災防止に努めていきますので、 皆様にも十分注意をお願いいたしますこれからますます朝夕の冷え込みが厳しくなり、新型コロナと合わせてインフルエンザが猛威を振るう季節となってきますが、体調管理に十分気をつけていただき、元気で過ごしてくださいますようお願いし、11月のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました